現在8132から39行を終えて次の文の解釈で苦しんでいるところです。8132から39行を読みますと、天なるものは体にして虚と、この体をどう訳すかとか、苦しむんですけども、大変なんですね。知は体にして実、これは立体で充実しているというのは分かりますね。だからこちらも立体で空虚であるということですよね。で、鋭なるものは収めて生、日なるものは発して生、これで日鋭ですから、太陽と影、太陽の光の及ばないところ、地球の、夜の空間がそうですね、遠くまで見えますが、それ鋭です。で、日を転ずれば、日を中央に転ずれば、四辺必ず暮らしと書いてます。で、これはろうそくの火であっても、太陽であっても同じです。で、それで、かの青きものは証拠不等の地なり。で、この青きものですから、青空のことなんですけども、それは太陽の光が届かない地であると。地はグラウンドとかグローブとかアースではなくて、ベースもしくはレイヤーですね、この場合は。したがって訳としてはですね、ここでいくと、中央にあって燃えて光圏を作り、その外は暗黒であると、この太陽として解釈しています。ろうそくの炎であっても同じです。焚き火であってもそれは同じです。で、空の青さは地表に届く前に太陽の光を遮る層が生むものだというふうに、今日的な青空の、どうして空が青く見えるのかという、青ですね。結局波長の短い光が小さな塵に当たって、あるいは水蒸気に当たって反射して散乱して我々の目に届くので青く見える。そういうことを馬遠が知っていたかどうかっていうのは分からないんですけど、虹の分光から光の中に光の中に色彩があるということはどうも知っていたらしい。ニュートンの、プリズムの実験などを知っていたかどうかはわからない。それは詳細に当時の江戸の学者の研究をしないとわからないんですけども、実はこういうところをずっと読んでいくとですね、この「エイ」がどうしもエーテルのような性質を持っている。エーテルですね。それでエーテルについて、エーテルは最初にそういう名前をつけたのはロバート・フックですね。バイエンより100年早いんです。それでこの頃ですね、バイエンが持っていたのに近い望遠鏡がありますね。形は違いますけども、このロバート・フックの業績などが、イギリスが日本の多分佐世保に寄港していたはずなんです。軍艦とか商船がですね。というのはどうしてかというと、蒸気船ですから、当時は蒸気船の蒸気を積み、それから石炭も積まないといけないので、それには日本の水っていうのはとにかくきれいなんですよね。で、豊富にあるので、それから船員の給与ですね、日本という国はとにかく昔から人が優しくてですね、給与するのにとってもいいところだったんで、それは長崎の出島もそうですね。水が豊富で石炭も取れる、石炭も取れてたはずです。この辺は長崎や佐世保の、
資料館とかそちらの大学だと研究している人がいるはずです。それで、こういう影響関係について論究した人がかつていない。それで唯物弁証法的な解釈、唯物弁証法路線による解釈が長く続いていて、このイギリスやオランダあるいはスペインと日本と の関係がどうもロックアウトされている、研究できないようにされていると思えてしようがないんです。これは全く知らなかったはずはないんです。情報化社会ではなかったですけども、青の洞門という、これが青の洞門で、仙台和尚が一人でこんな姿でですね、のみとこの金槌で、玄能をですね掘り抜いていったんです。で途中からもろん助けてくれる人も出てきた。でどうして途中から助けてくれる人が出てきたかというとですね、これ実は情報ハイウェイだったから。これはずいぶん前に申し上げました、情報ハイウェイだったんです。とにかく世界の情報、海外の情報を早く正確に京都江戸に伝えねばならなかったんです。だから情報ハイウェイなんです。でそのことに気づいて、仙台和尚が始めて掘り始めて、そして、途中から人も手伝って、なんとか馬が通れたみたいですね。馬が通れればですね、荷物とか大事なのは手紙です、書簡類です。それを落とすとね、こんなところでこんなところをなんか通ってたみたいですよ。そしたら落ちるとね、人の命よりも当時は情報の方が大事だったんです。イギリスや、オランダ、ヨーロッパ情勢とそれから米国の情勢をですね知るために、どうしても情報ハイウェイが必要だった。この時の苦労は大変なんですけど、今日でも情報ハイウェイとして使われている海底ケーブルの敷設なんて、もう最初の頃の苦労はとんでもないものです。文字一文字送るだけでもものすごい努力と苦労をしています。でそこのところのつながりが全く見えてこないのは、これ意図的にですね線を消されてるんですよ。これは現在はアメリカの属国みたいな状態ですから、ヨーロッパと日本のつながりというものを明らかにしたくないのかもしれません。バイエンに関してはともかくもヨーロッパの学者とバイエンとのつながりというようなことについては研究した論文を見たことがありません。ではこれで終わります。